も皆さんこんにちは。今回は昨日に引き続きロイヤルチャンピオンの新装備ホグ人形とヘイスト役についてお送りしていこうと思います。ガガちゃんのケスケ実曲のケスケです。ポーということで、昨日紹介いたしましたホグライダー人形とヘイスト役ですね。コメントでディガホグと相性良さそう、めっちゃ強そうみたいなね、コメントいただきまして、で他の実況者さん、ユタとかジョーカーさんのね、あの動画とかね見たりしまして、やっぱり強さとか弱さとか結構いろいろわかんないみたいな、そんな感じにもなってたし、あとコメント欄で、何々と何々相性良さそう、ホグ人形相性良さそうとか、シールドね外れそうみたいな、いろんな組み合わせのについてのコメント結構見かけたんですよ。なので今回はですね、ロイヤルチャンピオン新装備を組み合わせて、でどの装備の組み合わせがディガホグと相性がいいのかっていうの気になるじゃないですか。なので今回ね、一通りの組み合わせをやってみようと思います。なのでカカアドがほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。であとね、今回みたいに公式さんから開発ビルドを開始の先行プレイ動画というかチャレンジこれ以降動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速ロイヤルチャンピオンの装備と新装備、どういった組み合わせがね強そうなのかっていうのをやってみましょう。レッツゴー。課金される際は右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコードケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい、そしてどの組み合わせがね、あの相性良さげなのかっていうのを見る前にですね、知らない人のように能力だけね、もう一回おさらいで見ていきます。ホグ人形はレベルマックスになると、ロイヤルチャンピオンからねホグライダーが最大9体出てくるといった感じになりまして、で能力を使うと、体力回復1000回復いたします。でヒットポイントに関しては570上昇っていう感じになりますね。で続いてヘイスト役はね、能力を発動すると12秒間攻撃速度がもう2倍になるのかな、ぐらいになるっていうね速さになりまして、で DPS もね、ダメージもはい毎秒ね88上昇して、攻撃速度もね 18% 上昇するっていう、結構攻撃特化の装備になります。で同じく攻撃力上昇するのはロイヤルジェムですね。ロイヤルジェム、体力回復だけではなくて回復量多いですが、2400、僕人形よりも多くて、で毎秒ダメージ105っていうことなので、ロイヤルジェムとヘイスト薬組み合わせれば毎秒ダメージ190ぐらい上昇するっていうことなので、結構この組み合わせだとね、あの確定数ね変わってね、結構ロイヤルジェムとヘイスト薬の組み合わせなんていうのも結構強いかもしれませんね。さあホーミングシールドに関しては、まあ能力発動した時に最大ね4施設にね盾が飛んでくっていう、はい能力を持ってまして、でただねヒーローブーストがね意外とね、あれこれあの HP 上昇だけなんですよね。380上昇するっていうだけなんですよ。なのでまあ能力以外で普通に火力出したいんだったら、ロイヤルジェムとヘイスト薬の組み合わせがいいんじゃないかみたいなコメントもありましたんで、早速ねちょっとやってみようと思います。はい、それではね、やっていきましょう。全部ね、同じ配置に対して、同じ編成で攻めていって、同じ攻め方をします。で、変えているのは、ロイヤルチャンピオンの、装備、はい、だけといった感じでやっていこうと思います。まずはね、ホグ人形と、ロイヤルジェム。ロイヤルジェムとホグ人形ですね。はい。で、やっていこうと思います。さあ、こんな感じでね、通していきます。クイヒをね、通していきます。で、こっからですね、しっかりとカットの方ね、食い切り削りの方を行っていきます。で、どう？あ、ちょっとエリタン削っておきたいですね。多分、これ削っておかないと上に流れるんで、ちょっとタンク加工を通していきたいんで、いきます。ここがジャンプ打ってってあげて、さあどう？大丈夫そうかな？ OK、大丈夫。多分これ下に向かいますね。下に向かうと思うので、そしたらですね、こっから相手の援軍処理の方をしてってあげて、まあ、ここら辺はちょっと、ロイヤルチャンピオン関係なくて申し訳ないです。あの、俺のクイヒーのリアルタイムアタックをお楽しみください。で、からの投下弊社。で、ババキンですね。はい、やっていきながら、はい、で、ここからね、ディガの方、はい、ギャーつって出してってあげて、ここからちょっと忙しいな。はい、ポン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 つって出してってあげてからの、で、ロイヤルチャンピオン行ってこい。はい。で、ちょっと貯めてトーム。はい、やっていきましょう。さあ、こっからです。こっからどうだ？しっかりと、フリーズ、待って、ババキンが捕まってからフリーズ、ものにするんですわ。はい。やっていきます。はいはいはい。順調です、順調です。あれこれ、ロイヤルチャンピオンもう能力使わなくていいんじゃないかってぐらい順調じゃない？さあ、ヒーローね、もう一発、落としていきましょう、ここに。で、やっていきます。で、ちょっと、あ、じゃあこれ危ないんで、はい。クイヒオに今、呪文使っていきました。さあ、
ここからどうだ。いや結構火力高いね。やっぱ防衛する新レベルって火力高いな。火力高いんですけど、ロイヤルチャンピオンは今真ん中の方にいます。なんか中の方にいます。はい、でマルチインフェルタワーの方に向かったかな。はい、向かってますね。さあで、あ、ただやっぱ火力高いな。ディガホグがどんどんいなくなってる。ディガホグどんどんいなくなってる。じゃあこっからですよ、ロイヤルチャンピオン。皆さんお待たせいたしました。はい、こっから能力使えると思います。はい、いきます。ここからオッケー。クイーンは落ちたんで、いきますよ、ロイヤルチャンピオン。いきますよ。いや待って、使いどころがまだないな。ちょっと待って、いや、いいか。とりあえずバルーンとか適当に出していきながら、回収適当に出していきながら、さあここで能力発動していきましょう。はい、こっからホグでタゲ外していきながら、はい、しっかりタゲをもら取ってもらっていって、こっから押し切っていくみたいな、はい、こういう使い方ですよね、ホグ人形って。うん、やっぱりクロークみたいにタゲ外せるってでかいな。はい、次はですね、ロイヤルチームとヘイスト役で組み合わせていこうと思います。あ、そう、説明を受けたんですけど、今回ロイヤルチャンピオンにペットはスピリットフォックス、はい、つけていきます。そうですね、スピリットフォックスでタゲ外せるから、タゲ外せるんだったらホーク人形よりヘイスト役の方が相性いいかもしれないですよね。なのでちょっとやっていきます。あ、ちなみに手が同じような攻め方で同じ風にね、やっていくんだったら、ここのリアルタイムアタックじゃなくても別に良かったな。普通にリップ紹介でもよかったわ。マロボさん、はい、はい、やっていきます。で、こっからね、ウォーデンと、はい、ミネラルウォーデンでホグも足してってあげてからのロイヤルチャンピオン出していきましょうよといった感じで、で、ちょっとも当てていきましょう。さあさあさあ、いい感じですよ。いや、いいですね。インビジのうまい感じも見せてよかったんじゃないですかね。皆さん見てた人ね、見ててよかったって思うか思うんじゃないですか。さあ、いきます。こっからさあヒールそろそろ打ちたいですね。待って、これはね、インビジ使っちゃったな。そういえばあれでインビジ使っちゃったからな。でこれはもう呪文がないんで、これユニット解けんじゃないですか。さっきも結構ユニット解けましたからね。なのでこっからロイヤルジェムとヘイスト役ですね。はい、どうなる。こっからさあ、ホグたちはもうそろそろ、あー待て、あちゃくり黒、あー待て、オッケー、あちゃくりっきり生き残ったで、生き残っていく。さあユニットたちはもう結構だいぶ死んでますね。なんかこっちにはヘイスト薬があります。薬があります。薬屋の人ごりごとのシャオマオももうね、食いつくような、はい、能力発動していきました。でこれで、あーいいね、押し込み力が高い。早い。あ、12秒長いね、効果時間。あ、終盤の押し込み能力、これも捨てがて迷うな、マジで。次、ホーミングシールドと、そして、ホグ人形でやっていこうと思います。さあ、いきます。さっきと同じような攻めになってしまうので、ちょっと雑談とかもね、交えながらね。まず、最初のスタートは、まず、スイートと、はい、いきます。皆さん、ゲームを、はい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 、ここからはい、ホグ出していきます。でロイヤルチャンピオン足していきます。さあで、ちょっとトーム当てていってあげてて、これでババキンがね、はい、ババキンと当たってくるんで、ここねペッ、ストライカーでババキン処理していきます。でこっからさ、2つ目のボムタワーが当たるあたりでね、さっきもヒーリングを落としたんで、そこら辺でヒール落としていきたいですね。さあいいですよ。でここでヒール落としていきます。で、ターンホール起動してるんですけど、フローザンアローでね、結構ね遅延効果、強いですね。いいっすよ。よし、壊してくれた。さあ、で、ここら辺でユニットが解け始めます。ここら辺でユニットが解け始めるんで、最後の押し込み能力。なんだっけ、ホーミングとホグだっけ今回。あ、で、なんだっけちょっと、プレイしながら喋ってると、あれ、今何の組み合わせだっけってなってくる。さあ、いや、でもまあ、ユニット解けてきました。はい。で、適当にちょっと回収用のユニットこう展開していきながら、もうやることなくなってくるんで、はい、能力発動何これ。あ、オッケー、ホーミングと、はい、ホグ人形。あ、タゲ外した上で縦飛ばす。あ、強いな。これもいいな。ほんと、ホグがね、ね、タゲ外した上に、ダンダンダンってホーミングで施設、4施設、ダメージ与えて、で、一撃で壊せなくても、ホグの確定数が変わるんで、進みが速くなるのか。はい、お次はね、ヘイスト薬と、ホミングシールド。はい、ホミングシールドと、ヘイスト薬。はい、薬屋の独り言のシャオマオ、マオマオちゃんもね、食いつくような、
薬ですからね、ヘースト薬は。はい、ここからねフリーズレイジ固めていきます。さあここね火力高いっすね。みたいな使われ方ね、全然出てなかったんですよ。はい、ここからユニット出していきます。ポン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 つって、はい、出していきます。そう、インビジって最初ね、ユニ施設隠してクリヒー誘導させるみたいな使い方ぐらいしか出てなかったんですけど、ちょっと経ってスパービズとかね、やべえ使い方見つかったんですよ。はい、はい、はい、余談はこれぐらいにしておきまして、難しいな、16のガチ攻めやりながらね喋って難しいですからね。さあで、ここで、2発目のヒーローとしてったんですね。こっからユニット減っていきますよねと、ユニット減っていきますよねと。でこっから、ロイヤルチャンピオンがホーミングシールドとヘイスト薬積んでますよねといった具合になります。でユニット溶けますよねと、はい、溶けて、いいですね、いいですね、いい感じ、いい感じで大体ここら辺で溶け始める。で開始はいつものように様子見ながら出していきます。さあここら辺かな、そろそろ能力発動していった方がいいかもしれないですね。あー、リックスキも嫌だな、嫌なんですけど、じゃあまあ能力もうね、そろそろこのウィズと壊したあたりでもう入っていいと思うんですよね。はい、入っていきます。さあ、あこれもさ、確定数変えた上でバババババンって壊せるから、あー悩む、マジで悩むな。ロイ、え、待って、どれがいいんだ、今んとこどれもいい。では、ラストに昨日お送りした、ホーミングシールドじゃない、ヘイスト薬ホグ人形をもう一回ね、おさらいで、お見せしていこうと思います。昨日の動画ではなんか、ホグを、生成しても、ロイヤルチャンピオンがヘイスト薬で、追い抜いちゃったりっていうパターンがあったんですけど、ディガホグとかだったら結構、ね、なんか追い抜くってことはあんまりなさそうなんで、新レベルの投下兵舎、タウンホールいくつからもらえますかって質問来たんですけど、タウンホール14からっぽいです。13の人はね、ちょっと、ペッカ1体しか出ない投下兵舎しか使えないです。はい。なんで、ちょっとね、残念なお知らせになりましたが、さあ、ここから行きましょう。さあ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 、まあ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 、ここら辺はもうずっと何回もお見せしてますんで、はい、雑談喋れない、また喋れないから、喋れないっていうか、普通に忙しくて喋る暇がないんで、これ。いや、オッケー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 、削りは早い。はいはいはい、削りは早いよ、いいよ。はい、こっからね、で、スパホがもう合流してますね、オッケーオッケー。合流してるんで、さあ、ロイヤルチャンピオン。ちょっと待って、あちこやばかったから今インビジ落とした。で、もう呪文はありません。はい、頼みの綱はロイヤルチャンピオン能力です。ロイヤルチャンピオン能力。どうだ、いけるかいけるか、やれんのかお前。ホグ人形とヘイスト薬。いやでもやっぱスピリットボックスも強いな。スピリットボックスが強いかこれ。あ、これね、ディギーだったら、なんか、ディギーとホグ人形の方が相性いいな、これ。多分。さあ、いきます。で、ここから能力発動していきます。さあ、ここから。さあ、ホグ先生からの、はい、ヘイスト薬。はい、一気に、ドカ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 って。待って、早いな、早い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 。はい、一気に削っていく。うん、ギガホグでやるんだったら、好みかもしんない。はい、ということで今回はですね、ロイヤルチャンピオンの新装備、ホグ人形、そしてヘイスト薬ですね、いろんな装備の組み合わせで何とディガホグと相性がいいのかっていうのがお送りしていきました。いや正直ね、どれも強いんで、ほんとわかんないですね。差別化するんだったらほんとラバルでロイヤルチャンピオンスーサイドで使うときに、こう、ヘイスト薬と、ね、なんか、ホーミングシールドにするとか、なんか、そういった組み合わせなんで、ギガホグだといまいちね、どれがいいのかって、ちょっとわかんなかったですね。はい。ということで、ご評価動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメニシアの方よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。